韓国の中央日報紙は2021年3月に伝えた記事によれば、第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2のウェポンベイ内に収容可能な JSM ジョイントストライクミサイルの配備がアメリカで開始されたという。 JSM はノルウェーのコングスベルグディフェンス&エアロスペース社が開発を行った空対艦、空対地両用に使用可能な巡航ミサイルであり、日本の航空自衛隊も調達を予定している。今回、アメリカ空軍はカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地において、F-35 ライトニング2A 型を用いて、JSM の搭載及び試射に成功した模様で、2014年から、開発が進められてきたものだった。 JSM が注目を集めているのは、このミサイル自体もステルス性能を有するためであり、同様にステルス性を持つ F-35 ライトニング2のウェポンベイ内に実装することで、完全な秘匿性の実現を意味する。ただし JSM を搭載可能であるのは、通常滑走路仕様の A 型と航空母艦仕様の C 型に限定され、短距離離陸、垂直着陸を行える B 型はウェポンウェイが狭く、同ミサイルを搭載することはできないという。JSM は開発元のノルウェーコングスベルグディフェンス&エアロスペース社が、既存の NSM 追加巡航ミサイルを F-35 ライトニング2のウェポンウェイに収容できるように改良を加えたミサイルである。 NSM 追加巡航ミサイルは、本国ノルウェーではフリゲート艦などの艦艇に搭載する艦隊艦用途のほか、ポーランドでは陸上で射載する地対艦ミサイルとしても運用されており、多彩な用途に対応している。JSM は F-35 ライトニング2のウェポンベイ内に収容できるように、NSM 追加巡航ミサイルの外装及び主翼を改める同時に、およそ 280km とされていた射程距離も約 500km へと延伸されている。F-35 ライトニング2A 型及び C 型で JSM を運用するには、機体のバージョンは最新のブロック4であることが必要であり、若干遅れ気味とも言われているこのアップデート対応も気になる点となるだろう。 F-35 ライトニング2A 型及び C 型に対し、 JSM はそのウェポンベイ内に2発を収納する仕様となっているが、ステルス性を考慮しない場合には胴体や主翼の下部のハードポイントへの喧嘩も可能である。この JSM の喧嘩運用は F-35 ライトニング2に限らず、アメリカ空軍が運用中の F-15 もしくはアメリカ海軍の F-A-18 等の戦闘機にも対応しており、主兵装の共用化にも寄与する可能性が高い。この点は F-35 ライトニング2A 型用に JSM の調達を進めている日本にとっても朗報であり、
一部の F-15J イーグルを近代化改修する予定もあるため、そちらへの転用も可能になるのかもしれない。また、コングスベルグディフェンス&エアロスペース社では、JSM を、ヨーロッパ各国での共同開発を行ったユーロファイター。対風戦闘機にも適合させる予定で、ありそちらの需要も、見込めるだろう。さらに JSM は、潜水艦発射タイプの派生型も研究されており、本体の、スリム化と同時に、射程距離の確保を目指しており、空対地、空対艦ほどではないが、およそ 300km の射程を、実現させる予定である。さて、日本の JSM の運用についてだが、すでに航空自衛隊で調達中の F-35 ライトニング 2A 型の主兵装の巡航ミサイルとなることは、間違いなく、全102機を調達予定の同機の攻撃力を向上させるだろう。ただし、JSM の約 500km という射程距離が圧倒的な数値かといえば、喜んでばかりもおられず、やはり F-15 や F-2 戦闘機用にステルス性能は、完備せずとも、もっと長射程のミサイルが必須だと思われる。現在の航空自衛隊では、最大の仮想敵国として対峙する中国に対し、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への同国海軍の接近阻止は、かなり大きなウェイトを占める防衛課題だと言って過言ではない。そうした中国軍艦艇を航空自衛隊側の機体の損害なく排除するためには、やはり 500km の有効射程では心もとないと思えてしまうのは、無理からぬことだと言わざるを得ない。さらに不安なのは、この2021年3月時点では、F-35 ライトニング2と JSM の組み合わせは、確かに、ステルス能力を最大限発揮可能なものかもしれないが、これらを探知するレーダーも、日々進歩している点だ。一説によれば、現在の F-35 ライトニング2のステルス性能も、早ければ、5年程度で探知するレーダーが登場するかもしれないと言われており、その優位性を失う可能性が高いとの言われている。日本では、こうしたステルス性能やレーダーの探知能力についてよりも、専守防衛を標榜する自衛隊が敵基地攻撃能力につながる長距離空対地巡航ミサイルを保有することの是非を、どう声もあり不安は尽きない。